本日はバクの福岡店に来させていただいております。福岡を担当する責任者の方からご挨拶をしてもらえればと思います。では簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、美術品買取専門店バク福岡店を担当させていただいております山本と申します。出身は福岡ではないんですけども、暮らしの拠点をこちらに移して10年近くになります。こちらの福岡の暮らしやすい生活は大変気に入っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では何点か質問をさせていただければと思いますが、福岡店は九州全域、福岡市を中心に熊本とか大分というところ買取が多いと思いますが、その中でもいろんなお客様がいるかと思います。具体的にはどういった悩みを持ってバクにお問い合わせだったりとかご連絡いただくケースが多いですか？高齢者の方で生前整理を進めていらっしゃる方だったりとか、親御様から美術品を引き継いだ少し若めの世代のお客様から美術品の売却整理のご相談をいただくことが多いです。ありがとうございます。東京、大阪、福岡3店舗で展開してるんですけれども、その中で東京とか大阪、福岡買い取りさせていただいてる美術品の内容っていうのが、ちょっといろいろ特性が出てると思うんですけれども、福岡支店はどういったジャンルの作品が多い印象ですか？土地柄もあるかもしれないんですが、有田焼を中心とした陶磁器類が非常に多いように感じます。あとお茶道具だったりとか、あと掛け軸、最近は特に多いのはもう漆の漆器類ですね。そういったものが非常に多く感じております。はい、ありがとうございます。確かに有田地方とか近いので、掛け絵門だったりとか今絵門という、そういった人間国宝レベルの作家さんの問い合わせは特に福岡店は多い気がしますね。地元の作家さんが問い合わせが多いと思うんですけれども、地元の作家さんというのも、ある程度全国的に名前が通ってないと金額つけにくいのが現状ですよね。あ、そうですね。この間お問い合わせいただいた作家さんのお名前がある先生は、平野良先生だったりとか中村拓司先生だったりとか、そういった先生の油絵作品を買い取っていただきました。ありがとうございます。意外と福岡出身の有名な作家さんが多くて、坂本半次郎で、鹿児島とかですと藤島武史とか、こんなに市場に出回ってる作家さんではないんですが、もしそういった巨匠作家さんの作品をお持ちで整理に困ってらっしゃる方とかいれば、ぜひお問い合わせいただけたら嬉しいですね。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。最後になんですけれども、いろんなお客様からお問い合わせいただいて、いろんな相談、悩みっていうのを受け止めてらっしゃると思うんですが、何かお客様に対して、どのような対応をしたいとか、心がけてることとか、そういったことはありますか？美術品をご売却されるって方も、基本的にはもうほとんど初めての経験でご売却って方が非常に多いと思います。そういった方が結構不安に思われてたりとか、怪しい業者が来るんじゃないかってことで不安に思われてる方結構いらっしゃるんですけども、そういった方の不安を取り除くように笑顔で安心していただけるようにお話しさせていただいております。ありがとうございます。よく口コミとかいただくんですけど、誠意ある対応だったりとか、話しやすい雰囲気とか、そういうお声いただいておりますので、美術品の売却を初めてだったりとか、人を家に呼ぶのは怖いなっていう思われてる方でも安心して対応していただけるスタッフになりますので、ぜひお気軽にご相談ご連絡いただければと思います。福岡ではどのような買い取り方法で対応しておりますか？はい、基本的には出張買取をベースにさせていただいておりますが、博多区の方に事務所も構えております。お持ち込みもしていただければと思います。あと九州のお時間がない方とか、遠方でちょっとこちらから伺うのにお時間がかかったりとか、そういう方に郵送買取をお勧めさせていただいております。ありがとうございます。基本的に美術品は大きかったりとか壊れやすいものですので、宅配買取っていうのは強くお勧めはできないんですが、時間がなかったりとか早急に売却したいという方は一つの手段かと思います。当店としては出張もしくは店頭での買取をお勧めしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。